それでは予定の時刻となりましたので定例記者会見を始めさせていただきます。14時までの30分間の予定ですので円滑な進行にご協力をお願いいたします。なお本日は会見終了後に、おきましてこの場で、いかない市役所チャレンジキャンペーンの画面デモンストレーションを行いますので、皆様ぜひご覧いただけますようお願いいたします。最初に資料の確認をいたします。次第、報道発表資料といたしまして資料1から資料3、情報提供資料といたしまして資料4から資料5、2月の行事予定、広報補佐員の活動となっております。よろしいでしょうか。それではまず市長からご挨拶をさせていただきまして続けて資料の説明を行います。質問は後ほどまとめてお受けいたしますのでご協力をお願いいたします。市長お願いいたします。はい、それでは始めさせていただきます。令和5年2023年が始まりまして、昨年はいつも湖西市政50周年と言ってましたけれども、今回市政51周年目のスタートとなりました。もうすでにですね、年明けから20歳の集いですとか、先週末はリレーマラソン、また昨日は浜松の方に大河ドラマ館のところでうなぽんが行って、家康くんとか直太朗さんにご挨拶ということで、たくさん報道も取材をいただきましてありがとうございました。また今週末ですね、これはすでに昨年ですか、12月23日に皆さんに報道を提供させていただいているんですけど、今週末の1月22日は今年も親子たこ揚げ大会、佐紀町ゆかりのということで、第44回になりますけれども、またトヨタのマザーシップグループが来てくださって、今年もカイトシステム実演してくださるということで、昨年に続いて2回目ということなので、またこれも楽しみにしたいというふうに思っています。これが1月22日今週末の日曜日に予定をしています。あとは今日発表が3つぐらいあって、あとは情報提供になりますので、またそれも含めてご質問あればいただければと思います。1つ目、1枚をめくりいただいて、資料1がですね、湖西のご当地グルメプロジェクトのネーミングとロゴマークの決定ということで、これは昨年来からですね、ご当地グルメプロジェクト、何回かここでもお話をさせていただきました、市政50周年を記念してということで、上の概要の囲みにある通り、令和4年の9月、昨年の9月に湖西市産の豚肉をご当地グルメの、食品として、使いましょうということで、そのネーミングとロゴマークが実行委員会に決定をいただきました。でネーミングは、市内の飲食店を中心に展開していくということで、湖西市内で飼育をされた湖西市産の豚肉の総称を、湖西の豚肉というふうに決定をさせていただきました。ネーミングは湖西の豚肉ということですね。でロゴマークがその下にあるこの 青と赤 のロゴマークということで、湖西の湖もベースにして、また豚のモチーフを使わせていただいたということで、豊かな自然ですとか、もちろん 豚肉だということが分かるように豚のイメージ、また植物なんかも配置をさせていただいてます。で湖西の豚肉っていうのが、去年は湖西ポークなんかも提供させていただいて、イメージがつきにくいかもしれませんので、皆さんで言うと裏面かな、こちら裏面の方にイメージとしてつけさせていただきました。この下に解説もありますけれども、湖西の豚肉というネーミングでやりますという中で、やっぱりここにある通り、市内の生産者の方々が JA トピアに提供する場合にはトピアポークになったりですとか、また去年皆さんにもご試食いただいたかもしれませんけれども、湖西ポーク、これは浜松ハムさんが提供してくださった湖西市産の豚肉の一つの銘柄として湖西ポークがあります。またここ以外にもですね、例えば浜名湖もち豚だとか新鮮豚だとか、さまざまいろんな銘柄でもすでにブランドとしてですね、市内市外のスーパーで提供されている豚肉はありますので、湖西市産の豚肉の総称としてですね、湖西の豚肉ということで、これからですねネーミングとロゴマークを使わせていただきます。そして表面戻っていただいて、使用するのは湖西の豚肉として飲食店、湖西市内の飲食店のところで、例えばメニュー表に貼っていただくとか、店頭に貼っていただくとか、上り旗だとか、そういったところに湖西の豚肉と掲示していただいたり、またイベントを予定しているということで、その下の今後の予定に書いてありますけれども、来月2月の15日に飲食店の飲食の事業者さん向けに試食会、湖西の豚肉ということで、これはまだ改めてまたリリースをさせていただきますけれども、湖西市産の豚肉、湖西の豚肉というふうにネーミングをした豚肉を提供させていただいて試食をしていただいて、これ
一番肉のうまみが味わえる豚のしゃぶしゃぶを予定しているというふうに聞いてますけれども、また改めてその詳細はですねお話をさせていただきます。また試食会を開催していろんなさらにこの湖西市産の豚肉、湖西の豚肉を使ってメニューを展開していただく、その下にある通り特設ウェブサイトを作ったりですとか、今年の秋頃に湖西の P1 グランプリ、まあ、ポークの P ということでですね10月から12月ぐらいの3ヶ月間を使っていろんなメニューをですね、これは飲食の事業者さんなんかにいいアイデアを出していただいて作っていただいて、そしてこのメニューが美味しかったとか、まあ、そういったグランプリとかをですね決定していきたいと、これはまたこれからアイデアを募っていきますけれども、そういった P1 グランプリなんかも予定をさせていただいています。またラグビーのですね静岡ブルーレブズ、これはちょうど連携協定を結んだときに、この、まあ、当時はまだ湖西の豚肉というネーミングではありませんでしたけれども、PR の大使としてですねコラボレーションして、くださるということで、相互に PR しましょうということで、これブルーレブズの今選手で、フォワードプロップの伊藤平一郎選手、3番のプロップですけれども、伊藤平一郎さんがこの湖西の豚肉の、まあ、応援担当ということで、ブルーレブズさんにも心よくお引き受けをいただいてますので、この湖西の豚肉を PR をいただこうというふうに思っています。また2月15日の試食会ですとか P1 グランプリに関しましては、今後またお話をさせていただければと思いますので、今回ネーミングロゴマークを決定して、また裏面のイメージなんかを参照しながらですね、総称として湖西の豚肉、湖西市産の豚肉をたくさんの方に味わっていただいて、ブランド化が進むように PR をしていきたいというふうに思っています。次1枚おめくりいただいて、行かない書かない市役所というのを前もお話をさせていただきましたけれども、このキャッシュレスポイントをプレゼント企画をですね1月の20日から始めさせていただきます。次のページにこのカラーの皆さんのところにはチラシも裏面になるのかな、裏面にお配りさせていただいているかと思います。これもご参照いただきながらと思いますけれども、最大で5200円分のキャッシュレスポイントがもらえるキャンペーンを1月20日、あさってから開始をさせていただきます。キャンペーン期間は1月の20日から2月の末までの1ヶ月半ぐらいということで、これはマイナンバーカード等を使ってですね、スマホを使ってマイナンバーカードを読み取っていただいて、この行かない市役所、まあ、いわゆる電子申請ですね、電子申請のチャレンジをしていただくと、最大で5000円プラス200円の5200円分のポイントがもらえるということで、応募方法、これがですね、後でこれはイメージを持っていただいた方が分かりやすいかと思いますので、ここを全部記者会見が終わった後にデモンストレーションをちょっとここに画面を用意させて、モニターを用意させていただいて、そちらで実際のスマホ画面でですね皆さんに体験をいただければというふうに思っています。一応紙でも書いてありますので、ここにある通りスマホにアプリをまずダウンロードしていただいて、クロス ID というですねこの電子申請のアプリ、これはいろんな自治体でも同じようなアプリを使って、おられますけれども、このクロス ID をダウンロードしていただいて、そのアプリとマイナンバーカードを使って専用のフォームがありまして、でそこにですねこのキャッシュレスポイントのページに飛んでいただいて、このキャッシュレスポイントを申請しますというような電子申請をやっていただくと、まずは200円、これが200円分が先着ですね、この米印にある通り早期の応募特典としてインセンティブのために先着3000人は200円分が付加されますというのが1つ、そして2番目、その手続きを完了して、期間が終わったときに2月末まで終わって3月上旬ぐらいに5000ポイントが付加されるという予定になっています。でここにチラシの方にもありますけれども、選べるペイでペイペイだとかd ポイントだとか au ペイだとかというものか、もしくは京林堂のポイント、結構これはかなり若い方もそうですし、高齢者の方でも京林堂のポイントでっていう方も今のマイナンバーカード等でもねいただいていらっしゃいますので、この京林堂のポイント2コピーもですね、申請できるような形になっています。やっぱりこれもイメージだけでは、この紙だけでは分かりにくい方々もいらっしゃいますので、不慣れな方々向けの対応として、もちろんお電話もそうですけれども、これから市役所の1階ですね、今もマイナンバーカードの申請だとか受け取り特設窓口開設してますけれども、そちらの方でも、このポイントのですね行かない市役所チャレンジキャンペーンの説明といいますか、分かりやすく申請を
サポートさせていただく予定になっています。まあ、これによって下のキャンペーンの狙いにもありますけれども、やはり行政手続きのオンライン化でもうすでに今年の4月4日から行かない書かない市役所ということで、住民票等はご自宅から電子申請をしてで郵送されるということで、市役所に来なくても申請して受け取れるというサービスも始まりました。そういった市民サービスの向上を多くの方に、市民の多くの方にそちらの手続きで利便性を向上させたいということと、もう一つは市役所側ですね、行政側の事務の効率化ということで、窓口への来客が少なくなるという代わりに、さまざまな他の仕事、企画系の仕事だったりとか、そういったところの事務の効率化をしたいというふうに思っています。両方でですね、これ市民の方々と行政側と両方にとって、効果的効率的になるといいかなというふうに思っています。発表の最後3番目ですね、1枚をめくりいただいて、コサイキッズエクスポ初めての試みで、これもこういったカラーのチラシも付けさせていただいてますので、こちらをご参照いただければと思いますけれども、1月の29日、再来週末ですかね、日曜日にコサイキッズエクスポということで、アメニティプラザで子どもたち向けのものづくり職業体験のイベントを行わせていただきます。で、上の概要産業に書いてありますけれども、これが湖西市と湖西市商工会の青年部、また新井町の商工会の青年部ということで、湖西市商工会、新井町商工会の両青年部が共同でやるのは今回初の試みということです。いらっしゃっていただいた方も過去にいらっしゃいますけれども、アライアンスというですね、新井町商工会の青年部がこういった職業体験のイベントを新井で行っていただいたりしましたけれども、そういった方々に出展していただいて、それにプラスして湖西市商工会の青年部の方々もこちらの方に職業の体験ブースを作っていただいて、このチラシの裏面とかに一応こういったものがありますよというのは表裏両方に書いてありますけれども、これが年末ぐらいからちょうど今日までお申し込みを受け付けております。で、一つだけ YouTube の YouTuber 体験というのはですね、もう YouTuber 体験というものをピンポイントで申請していただいてというもので、これが相当早く定員に達して締め切ったと、人気があってですね、締め切ったということは聞いていますので、今の子どもたち人気のやっぱこういうことなんだなっていうのを思いましたけれども、他は申請をいただければ、例えば大工さんの体験だとかネイリストの体験だとか、そういったものは当日自分たちで回っていただくと、でそのポイントでお買い物をしていただくという形に予定をしております。ちょうど職業体験をしてお仕事をして、その労働報酬というか対価としてもらったものでお買い物をしていただくという形で、楽しんでいただく、またものづくりだとか職業体験を子どもたちにですね、楽しんでいただければと思いますし、湖西キッズエクスポという形では初めてですので、湖西市のものづくり推進室もうすぐできて丸2年になりますけれども、こういった職員さんたちがさまざまなアイデアを出していただいて、商工会さんたちと共同してものづくりの人材育成に努めていきたいと思っています。あと2つ、情報提供資料4と5になります。1枚をめくりいただいた資料4の方は出産子育て応援事業、これは国の政策として、岸田政権の出産子育て応援事業ということで、いわゆる3,000〜5万円、産後に5万円の合計10万円という給付で、湖西市も現金給付を予定してますというのは前に申し上げたかもしれませんけれども、1月の4日から本格的にスタートをしまして、この3000に妊婦さんの面談等が必要となってきますので、こういったものを本格的に年明けから実施をしております。実際のこの給付はですね、面談等を行って、またシステムとも今変えていますので、2月から給付を予定していますけれども、なるべく早期に、大体どこも今地方自治体どこの自治町村もシステム改修だとかこういったのを始めていると思いますけれども、こういった伴走型の相談支援を強化しながら、また経済的支援としての母子手帳交付時に5万円、また赤ちゃんが生まれてから産後に5万円という形でのですね、こちらは湖西市としてもしっかり早期にやっていきたいということと、あとは一つはですね、これ県の市長会でも議論になりましたけれども、国がボンと始めたはいいんですけれども、じゃあ地方の負担として基礎自治体市町村は6分の1の負担というところが、相当これは県の市長会でも議論になりまして、国が勝手に始めといて勝手に地方に負担を押し付けるとは何事だっていうのは、相当ですね、他の
市町村長からも意見が出ましたので、当然これはまあ国の政策ですので、我々としてももちろん子育て支援だとか少子化対策はしっかりやっていきたいと思っていますけれども、急に始めて地方の負担をですね、6分の1とはいえ数百万単位だとか、これから継続的な事業となると当然毎年毎年の地方としての財政負担にもなっていきますので、これはもう県の市長会だとか全国市長会なども通じながら、国にはですね、始めるならしっかりと事前に地方との自治体との調整ですとか、市町村との調整ですとか、そういったものもした上で始めるだとか、もしくはもう国でやるなら国でしっかりと全額財源を国で面倒を見るとか、そういったものもですね、ぜひお願いしたいというのは、これは湖西市だけではありませんけれども、継続して国に対して申し上げたいというふうに思っています。ちょっと長くなってすいません。最後に資料5は前も お話をしたこうちゃんペイですね、今すでに始まってますけれども、このチラシの通り二次販売を実施をさせていただきます。でこれはですね、もうすでに1月の16日から始めていますけれども、最大で4万口ということで、前も発表させていただいたかと思いますけれども、その口数に達するまではということで今追加販売をさせていただいてます。で1回目の一次販売の時には1人当たり3口までということでしたけれども、今回一次販売と合わせてトータル8口だから5000円かける8ですねまでは申し込みができるという形になりましたので、おかげさまで主要店舗数も増えて、またいろんなところで、事業店さんもですね、飲食店だとか商店さんも PR していただいてますので、5000円で6000円分のお買い物ができるというポイントをぜひ、このやはりコロナ禍も含めた消費喚起ですとか物価高も含めてさまざま今消費者に影響が出てますので、少しでもこういったところで地域経済の活性につながればと思いまして、一応利用期間は2月の末までとなっていますけれども、まずは早期にですね購入をいただいて、ぜひ多くのお店で使用いただければというふうに思っています。僕の方からは以上です。説明が終わりました。質問される場合につきましては報道機関名とお名前をおっしゃっていただいてから質問をお願いいたします。はい、どうぞ。静岡新聞の大野です。はい、今お話にあったデジタル商品券なんですけれども、はい、予算としてはマックス何口分がかって、そのうち一時販売でどれぐらい の応募があったかという2点をお願いします。予算額っていうのはその、はい、と事業費額でしたっけ。そうです、予算の中でこの何口分を用意しているのか。予算では4万口ですね。4万口ですね。4万口分を用意していて、その中で、6000を超えたのかな今。まあ、4万口そのものがものすごく多いっていうか、あんまり最初抽選ですよって言ってましたけど、まあ、まず抽選にはならないような形で、申し込んだ方皆さんが使えるようにということで余裕を持って予算を取らせていただきましたので、トータルどこまでいくかは分かりませんけれども、そこは余裕を持って、人口が今5万8000とかそれぐらいの時に4万って相当の口数ですから、そこはまあ何口やるかは分かりませんけれども、ぜひまあ、6000と言わず1万だとかそれ以上とかですね、そこをぜひ大勢の方に購入いただければと思っています。自販売の終了時点で何口だったかというのは6000ぐらい、6000強ですね。約6000、はい、はい、約6000だと聞いてます。ありがとうございます。はい、どうぞ。最後の豚肉ですけれども、はい、これ、ふるさと納税とかの返礼品作ったに使うような考えっていうのはあるんですか。はい、おっしゃる通りです。まあ、もちろん湖西市のご当地グルメブランドですので、そういった、まあ、豚肉そのものでやるのか、当然事業者さんが作ってですね、こういったメニューとして提供する場合もある。例えばこの前もテレビでやっていただいた新東ひらめさんなんかもそうですけれども、そういった事業者さんの方の商品化して、ふるさと納税として提供する PR するということは、これから商品化したときにやっていきたいと思っています。今あれでしたっけ、豚肉の返礼品食べてしまう。豚肉は あれちょっと待ってくださいね。まあ、湖西ポークだとか湖西の豚肉っていう形ではあれですけれども、湖西ポークも始めたいっていうことは聞いてて、豚肉としてあったっけ。ちょっと調べておきますね。はい、はい、はい、どうぞ。
はい。都市属性もあるので、今おっしゃったグルメの関係なんですけど、はい、9月の時におっしゃったかもしれないんですが、はい、あれだけ例えば浜松の柿川丼みたいな感じでメニューを、のご当地グルメとして押すんじゃなくって、はい、香西のこの豚肉っていうのを、グルメとして押してそのメニューはもう各店舗にお任せするということでよろしかったでしょうか。おっしゃる通りです。まさに実行委員会の方でですね前田さんとかいろんな事業者さんが市内の事業者さんとかが話し合ってくれてその柿川丼というのか、まあ、豚の例えば生姜焼きとかですねとんかつというような一品のメニューだけではなくって湖西の豚肉っていうブランドで湖西市産の豚肉を使ったとんかつだったりカツ丼だったり生姜焼きだったりとんてきだったりというようなメニューをねまあ、いくつでもっていうのか今あるものでもいいし開発していただいてそれにメニューのところにこの湖西の豚肉のシールを貼るだとかそういった形でですね湖西の豚肉うちには何品ありますとか湖西の豚肉ありますっていうのは上り旗だとかそういうのを想定して1品や2品ではないかと思いますしお店によってもやっぱり違うと思いますので飲食店だったりテイクアウトだったりだとかそこはこれからのこの展開を期待したいと思っています。そういう狙いとしては、まあ、一つに絞るんじゃなくて、まあ、いろんな活用の仕方があるからまあ、消費量も増えるだろう、おっしゃる通りですね。狙いで、はい、でもうすでにやっぱりさっきもこの裏面にあった通りいろんなブランドでもその販売っていうか小売のところでは流通している部分がありますのでそれを一つにもうギュッと縮めるんじゃなくていろんな湖西市産の豚肉を使った上でその商品といいますかそこで湖西の豚肉っていうブランドでメニューを売り出しましょうという形にさせて、実行委員会でもそう議論をいただいて決定をいただきました。はい、どうぞ。今回、この湖西の豚肉の定義としては、湖西市産の豚肉の総称ということでおっしゃってるんですが、はい、なんか育て方とかは特には決まりはないんです。湖西市産ということが唯一 の定義付け。そうです。まさに湖西ポークの時に確か湖西ポークって麦類だとかそういうのがあったと思っていろんな育て方があると思うんですよね。その中である程度なんていうんですかね産地に基づいてやっぱり湖西市産の豚を使ってますよっていうところのトレーサビリティが必要だと思うんですけれども育て方はそれぞれの養豚事業者さんで様々なのでそこを確保できればそこの豚肉でじゃあどんなメニューでっていうところはですね言えるような形でやっていきたいと思ってます。育て方は様々かと思っています。そうすると売り出し方としてはなんですかね、まあ本当湖西市で作られた豚ですよとしか、まあ、言えないというか、まあ、そこが唯一のセールスポイントだと思うんですけど はい、そこに何ですか裏付けされた、うん、まあその美味しさだったり、うんうん、なんか湖西豚肉はこうですよって言えるものっていうのは何かあるんでしょうか。現時点ではもう産地に基づいてという形になっていますので例えばその中でさっきの湖西ポークみたいに麦類を使ってますよだったり特徴的なものがあればですねそれはそれぞれのこの何とかこの販売時点だとかそこで PR できるものを出していくということはあるかなと思っています。もしも今後湖西の豚肉としてさっきの P1 グランプリだとかそういうものでねじゃあ共通でこういうものにしましょうっていうものがあればそこはぜひまた付加的に考えたいなと思ってますけど現時点でそこまで縛りは考えておりません。そういう意味だとやっぱり県内で一番その飼育頭数が多い、ね、はい、盛んな地域ですよっていうのが、はい、まあ、売り文句。そうですね、まずはそこからだというふうに思っています。ありがとうございます。はい、どうぞ。読売新聞の松本です。すみません、湖西の豚肉のロゴマークっていつ頃から使用が始まるんですか。このロゴマークそのものを、はい、これはいつか決まってましたっけ。まだ試食会とかではないですけども、うん、はい、そうですね、試食会終わってから各飲食事業者さんにまあ、その使用このロゴマークの使用を流していくような働きを始めていくというところですね。大体年度内にはそうですね、はい、始められればというふうには思います。
まずはやっぱり試食会で知ってもらうっていうことが必要なので、その後っていうところまでは決まっていると聞いてますけれども、まあ、そこからもちろんあの PR も大事なので、そこから発信していけたらなとは思ってます。実際そのシールとかそういったものは各事業者さんで作っていただいて貼っていただくという形になるというのは、市である程度作って配ったりってことを考えるんですか？ある程度そこは自分たちっていうか、まあ行政も絡んでですね、まあ、行政なのかこの実行委員会さんでやっていただきましたので、あの予算面でもそれはあの全部が鹿かどうかともかくとして、 ある程度用意して、これを個性の豚肉として、あの提供いただける事業者さんには、まあ、シールだとかのぼり旗とかそういう PR 関係の資料はお配りできたらなと思ってます。市長にお伺いしたいんですけど、まあ、コンセプトはロゴマークのコンセプトは分かったんですけど、はい、印象はどうですか？そうですね、去年の個性ポークの時に非常にそこはあの、まあ、いろんなあのご意見はありましたけれども、まずはそういった古西市さんで豚肉でっていうところは非常にあの古西だけではなくって、例えば静鉄ストアとかでも繰り返しあの販売いただいたりして、あの好評だったり知名度が上がったっていうところはありますので、ここからさらに古西の豚肉っていうものをですね、古西市さんの豚肉の総称としていろんなメニューで楽しんでいただけると、市民の方ももしくは市外の方々に古西ブランドを広めたらいいかなと期待をしてます。はい、どうぞ。あのちょっとあの豚の関連の質問なんですけど、不勉強で恐縮なんですけども、地域団体商標っていうのがあると思うんですけども、はい、あのまあ、例えば浜名湖うなぎとか浜名湖のりとか三日目みかんとかで、あの古西さんの豚肉に関して今のところそういった商標の登録はなかったっていうことでよろしいんでしたっけ？豚肉としてのはそうですね、まあ、今回に限らず古西市で、はい、あの取られたその豚肉に関して商標登録って今のところないの？あの裏面に書いたその例えばトピアポークだったりだとか、はい、そういったあのそれぞれの事業者さんだとか食肉業者さんでの登録はされているかと思います。あの、まあ、その特許庁とかの、うん、それもあったんでしたっけ？古西ポークとか、あ、古西ポークとしてのはあのまだされてないというふうに、そうですね、記憶をしてます。はい、あと今後もなんかそういう豚肉に関してなんかその特許を申請してのブランド化っていうそういうことは今のところまだ考えたりして？今のところそうですね、その、まあ、商標登録としてやっぱりあのよく一昔前も中国との関係でありましたけど、そういったことが懸念されるようであればあの考えていきたいと思いますし、まあ、あの別物ですけどウナポンとかも商標登録できるかできないかであのネーミングも考えましたので、そこは今後の検討課題かなというふうに思ってます。はい、どうぞ。ごめんなさい、先ほどの質問に関連してなんですけれども、はい、何でしたっけ、新鮮度とか浜名湖もち豚とかはあれでしたっけ、商標登録みたいなのにはなってないんでしたっけ？そこはちょっと各事業者さんのあれなの で、ね、あの今あの全て の、 あ, のあれを持ち合わせてるわけではありません。はい、はい、はい、どうぞ。変わってアメリカの市役所なんですけども、はい、あの確認なんですが、はい、資料にあるように、新しい、この市民が専用アプリをインストールした端末を所持することが重要ということで、今回 の、 その、キャンペーンというのは、はい、専用フォームから電子申請を行うというのは、これはあの住民票を取るだとか、はい、税証明を取るという、その、電子申請ではなくて、このキャンペーンに応募する電子申請を専用フォームから行うっていう、あ、まあ、そのなんですか、はい、それ自体おっしゃる通りですに応募することが意味があるよっていう、おっしゃる通りです。あの僕もそこ最初始めるときに気になって、例えば僕が住民票を申請をすることで5000ポイントもらえるのかなと思ったら、そうではなくって、あのこのキャンペーンに応募しますという電子申請をしていただくと、あの印鑑証明だとかあの住民票を取っていただく必要はなくてですね、もちろんそれも今取れるようになってますけれども、あのこれはこのポイントプレゼントのキャンペーンに応募しますという電子申請が専用で用意されてますので、ちょっとそれは後でデモでですね確認いただければと思いますし、まあ、僕もこれ個人的な自分のスマホですけど、ここにクロス ID ダウンロードして今あの
前にもう年内にやりましたけれども、ここであれしたらすでに住民票は取れるようになってますし、住民票とは別にそういった電子申請のこの行かない市役所キャンペーンが1月20日から始まりますというところに飛べるようになってますので、ちょっとそれは実体験をしていただいた方が分かりやすいかなと思います。つまりこのアプリがあればダウンロードしてもらうことが目的で、そうですね、おっしゃる通りです。住民票申請にそのアプリを使って申請できるよっていうことです。おっしゃる通りですね。僕もこれダウンロードして自分のマイナンバーカードこうバチッとやって自分の登録っていうかピンコードを入れたりとか暗証を入れたりとか、そこまでがやっぱりちょっと人によってはハードルが高いかなっていうか、確かに煩雑に感じる方もいらっしゃると思うので、一回このクロス ID をダウンロードしてしまえば、そこから市役所のページに飛んで、じゃあ住民票欲しいときは住民票申請します、印鑑証明申請しますってできるんですけど、クロス ID を多分このスマホにダウンロードするまでがやっぱり実体験いただければと思うんですけど、そこまでのやっぱり増やしたいなっていうところで、このポイントで皆さんに大勢の方に使っていただければなと思ってます。はい、はい、どうぞ。すみません、朝日新聞の方です。はい、田内市役所、これ市の独自予算やられてるんですか？これは市の独自予算、交付金を活用した、はい、交付金活用するって言われてよかったですね、これは。はい、国の交付金も活用させていただいてます。実際こういう取り組みってやってるんですか？他でも県内はお前崎はやってたかなっていうのがありますけど、そういうクロス ID をダウンロードするっていうところが、皆さんどこの自治体もいかに電子申請をしていただけるかのポイントなので、ちょっと他全部は知ってませんけど、確かお前崎ぐらいはやってたかなと思います。あと、はい、ちょっと発表じゃないんですけど、はい、コロナの感染状況で結構感染者数が一気に増えてしまった大発表の、はいはい、ピークに到達して、はい、で各地でなんか医療機関とかも把握してるんですが、はい、お最新の状況ってどうですか？感染者数もそうですし、やっぱり発熱外来へのですね、受診者数が国際病院だとか他の診療所クリニック、浜根病院だとか民間の病院も含めて、やっぱり年明けすごく多いというのは聞いています。増えているという形で、明確な統計はいただいてはいませんけれども、まあおかげさまで他の市に比べてもですね、午前中は湖西病院の発熱外来、午後は浜根病院の発熱外来プラス個別のクリニックっていう形で、非常にきれいに発熱外来を作りましたねっていうのは他の市町の医師会さんからは言われましたので、そこをありがたく市民の方々にご案内をして、診察というか受診はいただけるような形になっていますが、やっぱり入院の病床なんかは湖西病院でもやっぱりコロナの病床は高齢の方々で埋まってきているというのは聞いていますので、実際にそこは楽観はできないというふうに思ってます。逼迫しているというところまでは逼迫、ものすごい逼迫というところまでは聞いておりません。はい、増えているということは聞いています。新たな対策とか現時点ではまだ、そうですね、県のこの前の何でしたっけ、逼迫宣言でしたっけ、ありましたね、あれを基づいてやっぱりまずは感染予防しましょうねですとか、そういったところは呼びかけさせていただいています。それでは、予定の時刻となりましたので、以上をもちまして質疑応答を終了させていただきます。確認が必要な場合につきましては、直接担当部局の方へお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。それではこの後、テレビ記者会見につきましてはこれで、終了させていただきますが、先ほどご案内させていただきました通り、この後少し準備の時間をいただきました後、冒頭にご案内させていただきました行かない市役所チャレンジキャンペーンの、画面デモンストレーションの方を行いたいと思いますので、ぜひご覧いただきますようよろしくお願いいたします。それでは本日は定例記者会見で終了いたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。デモの方ですね、これからさせていただきたいと思います。私 DX 推進課の山本と申します。今日はよろしくお願いいたします。いや、すいません、座ってデモの方をやらせていただきます。今画面の方になるんですが、今スマホの方のですね、画面の方が表示されています。で、お手元の方にですね、チラシとポッチで閉じたカーポの資料の方があるんですが、これと合わせて、これを合わせて説明のさせていただきたいと思います。でこちらキャンペーンの方 の, チラシになるんですが、
こちらの左下に QR コードがあってキャンペーンサイトに誘導があるんですが、この裏にですね、応募していただく際のステップが1から5まで説明されております。で、4番5番は応募が終わった後のものになりますので、今日はですね、この1番から3番まで申請のとこまでをデモさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ早速デモの方をさせていただきます。まずですね、ステップ1、最初にですね、実施していただくこととしまして、市長の方からも説明ありましたけれども、下の方にクロス ID というアプリが入っていると思うんですが、これをダウンロードしていただく必要がございます。ちょっと今日はこれ時間かかるんで、先にすいません、この部分だけは先にアプリの方でさせていただきますので、入れていただいておりますのでご了承ください。じゃあまずこれを起動してみます。クロス ID、ステップ1で実施していただくことは、このクロス ID の設定をしていただくという形になります。このクロス ID はですね、電子申請の中で何をするかというと、個人の認証を行います。電子申請する際には、やはり本人からの申請がどうかというのを法的に求められる部分もあったりしますので、この部分を普通のこの申請フォームとは別にアプリの方が担うという、こういった機能になります。起動するとこうやって説明が一つずつ出るんですが、資料の方の情報の登録というのは、PIN の1番、2番とマイナンバーカードの読み込みというのを続けてやります。こんな形で、案内が一応出てきます。ですので、初めての方でも読んでいただければイメージは分かると思います。じゃあ、こちら、ID を作成するというのが入っていきます。よくありますけども、一応同意とか来ますので、これはすみません、同意させていただきます。で、ピン値の設定ですね。まず一番初めにやっていただくのが、ピンコードですね。パスワードみたいなものなんですが、このクロス ID のピンコードとして、4桁から12桁の番号を入れます。今日は4桁の番号ということで、今日は見せますけども、こんな感じで番号を入れさせていただきました。でこれでまずピン1を入れます。で次ピン2の設定になります。同じようにこっちは6桁から20桁になりますので、こちら6桁ですね。こんな形で入れさせていただきます。でここで、ピン1とピン2の登録が終わりましたので、今度はマイナンバーカードの、読み込みになります。先ほど言った私の、マイナンバーカード、これを読んでみます。カードの読み取りというのを進んでいただくと、ここでですね、ちょっとまたパスワードが出るんですが、これはですね、皆さんもマイナンバーカードを取った方はすでにご存知かと思いますが、交付時に署名用パスワードという長いパスワードを設定されていると思います。でこれちょっと私の個人情報になるんですけど画面にはこれ出ないと思いますので、出ませんね。出てないです。こんな形で入れて、今度読み取りに入ります。読み取りのメッセージが促されますので、これをスマホで読み取ります。あ、すげえ。そうすると この名前が何も入力してないんですけども、こんな形で読み込まれていますもうこの辺個人情報バレバレですけどこんな形でカードの方の情報を読み取ったのが、このアプリの方に記録される形になります。あとちょっと同意とかがありますので、これを入れます。で、この時点でこの情報の登録のピンコードとマイナンバーカードの読み込みが終了しました。で、さらにですね、今度メールアドレスをこの有効化するために必要になるんで入れるんですけど、ちょっと放送事故みたいになっちゃう。で、こんな形でメールアドレスの登録が来ます。で、本来はすみません、ここで実際にメールアドレスを入力していただくんですが、すみません、テストでやった関係ですね、登録されておりますので、こんな形でメールアドレスの登録を行います。で、これで、ステップ1が終了になります。で実際にはですね、メールアドレスに、先ほど登録したメールアドレスに認証の URL が届きます。で、なぜこういうことをやるかというと、よく問題になります、なりすましを防ぐためにですね、2段階認証というのを行っているという形になります。はい、で次にこの段階で、ステップ2の方を進めさせていただきます。
ステップにはですね、湖西市からの通知を受け取る設定を行っていただきます。今回のキャンペーンは例えば当選結果をですね、おはがきで通知するとかこうアナログ的なことは一切やらないつもりでおります。ですので当選通知もこのアプリで通知するということを考えております。で、湖西市からの通知をこのアプリで受け取る設定をここでしていただきます。右上にですね、自治体からのお知らせというボタンがあるんですが、こちらを入っていくとですね、自治体から、要は湖西市からの通知を受け取るという設定をしていただく形になります。これ入っていきます。で、ここで先ほど入れたまたピンコードを置きまして、またこの辺もいろいろ通りがきますけども、はい、ここで自治体から の通知を受け取る確認がきます。私湖西市民ですので、当然湖西市から の通知が届くという形になります。で、これに同意する、ね、同意するのであればこれを同意していただければ湖西市からの通知を受け取る設定が終了いたします。で、ここでステップ2が終了します。この時点でですね、まあ、今回はこのままキャンペーンに進んでいただきたいものですから、このもう通知の中にですね、応募へ進んでくださいというご案内が出るようになっています。だから入っていただくとですね、まあ、もう名前も何々様なんて言ってますけども、ここに応募の URL がもう入っておりますので、そのままキャンペーンを応募される方はここを進んでいただく形になります。で、すいません、キャンペーンはまだ20日からなもんですから、今のところちょっとこんな感じでお待ちくださいというメッセージが流れておりますので、ちょっとこれはご了承いただきたいと思います。で、すいません、ちょっとこの後、実際の今度はステップ3の通知の方に入らせていただきます。はい。じゃあ、実際の申請の方はですね、テストサイトを作ってございますので、はい、こちらがですね、実際に市民の皆さんに申請していただく実際の画面になります。さっきの URL をクリックしていただくと、期限になっていればこちらの入力フォームの方に通します。で、こちらですね、資料の方にありますが、この本人認証へ進むというのを押していただくことで、次の申請の方に入っていきます。じゃあこれ入っていきます。で、ここでクロスアイティで開きますかというのが、で、またさっきのピンコードを入れます。そうしますと、先ほどのクロスアイティが自動に起動しまして、入力フォームの方の、まあ、最初として注意書き等がいろいろ入ってますけども、ここから下が実際の申請画面なんですが、すでに私何も入力していないんですけども、名前とか生年月日、住所が登録された状態で返ってきます。ですので、クロス ID さえ入れといていただければ、今後市 の電子申請をしていただくときに、こういった煩雑な入力をしていただかなくても済むというメリットが、あります。ここで入れるのはですね、電話番号だけですね。便宜的に市役所の電話番号を入れさせていただきますけど、あともう男性とか、さっきのメールアドレス、生年月日等も全部入ってきます。で、次はですね、これで一応自分の個人情報はもう入りましたので、あとはキャンペーン自体への、申請になります。本に15歳以上の場合はご自分で申請していただくことになりますので、その場合は本人、もしお子さんの申請をしていただく場合は、こちらの15歳未満の、代理申請という形でお父さんお母さんが申請していただくことになります。ちょっと子供の申請ということで代わりにちょっとやってみます。今回私は父ということで、お子さんの名前はですね、カードの中に入ってませんので、ここは、入力が必要になります。こんな感じで、子どもの性別、
生年月日もですね、こんな形で、まあ、入れるんですけども、実際の数字を入れるんではなくて、こうやって選択ができますので、簡単に誕生日の入力もできるようになっています。住所も、まあ、保護者と同じという形で、次に申請に入ります。でここからキャンペーン実際に応募していただくんですけども、まあ、200ポイントも欲しい方は200ポイント5000ポイントを受け取り5000ポイントをまあ選べるペイで取っていただくのか、まあ、京林堂さんのポイントを取っていただく、まあ、いただくのかというのをこちらで、選択していただきます。であとは、大体これで入力が終わりましたので、個人情報の取り扱いの確認ですとか、応募内容ですね、さっき言った、クロスアイテムに届けますよという、そういった確認がありますので、これもチェックしていただくという形になります。これで一応入力は終了になります。で、こんな形で入力の確認画面が出ますので、最終的にこちら、送信というのを押していただく。これで、送信が完了になります。で、メールの方に登録完了の通知とですね、まあ、こちらにもあるんですけども、申請状況を確認することができますので、まあ、この辺の URL を、クリックしていただければ、今自分が受付されたかとか、今抽選のどういう状況なのかというのが分かるようになっております。大体応募までの流れはこんな形になります。今説明しながらなのでちょっとお時間かかりましたけども、実際にですねクロス ID の登録に大体 2、3分、申請自体も 2、3分で終わりますので、まあ、5分強ぐらいあれば慣れている方であれば登録は終わるのではないかなと思っております。でやはりこういうことに慣れてない方今回いらっしゃると思いますので1階の方にですねサポート窓口を設置いたしましたので、そちらの方をご利用いただければと思います。一応デモは以上になります。ありがとうございました。